最有機鉄線講師の巻。最有機鉄線講師の巻。最有機鉄線講師の巻。現代、鉄線講師は、中国最初にして、アジア初の長編アニメーション映画である。本作は、日中戦争下の困難な状況で、ウォンライミン、1900年1月18日から1997年10月7日、と、ボングちゃん。 1900年1月18日から1995年11月19日のにより、上海で制作され、1941年1月1日に公開された。物語は、中国の有名な民は、西遊記の大まかな本案である。鉄線公主は、西遊記の登場人物である牛魔王の妻、羅折女のことである。この映画は、主に、孫悟空と、 鉄線公主の戦いを物語の中心に据えている。鉄線公主の持つ場所戦は、山蔵一行の訪れた農村を囲む炎を消すために必要となる。一万一家の双子である万来名とバンコセン、万古線、及びその弟である、ウォンチャオチェン、1906年から1992年と、ウォンティホアン、1907年タイノは、中華民国で最初に、 専門職として動画に携わったアニメーターであった。万氏兄弟による最初の本格的なアニメーション映画、大東画九百二十六年が公開されて、以降、数十年にわたって万氏兄弟は中国のアニメーション産業における中心であり続けた。九百三十年代後半の日本による上海占領期に万氏兄弟は中国最初の長編アニメーション映画の 制作に着手した。1939年にディズニーの白雪姫を見た万兄弟は中国の国威発揚のために白雪姫を目標とした同品質のアニメーション映画の作成を試みたのである。3年の歳月と237名の作画スタッフ35万元が本作の制作に費やされた。完成したアニメーションには ディズニーの影響が強く現れてはいたが、中国独自の作風もまた現れていた。満死兄弟による後の数十年の作品群では、よりその作風は強められていった。本作では、経費節減のためにロトスコープが多用されており、しばしばアニメーションキャラクターの顔の上に、実写俳優の目が現れるのが観察できる。1940年までに2万フレームの動画が、 作画され、20万枚以上の作画用紙が使用された。万兄弟は1万8000フィート以上のフィルムを撮影した。完成したフィルムの長さは7600フィートであり、上映時間は80分であった。マン氏兄弟は吹き替えのために反乱ね、らの俳優と女優を雇った。映画の制作は日本による占領期間に唯一残った映画会社である。 進化陰業講師で行われた。本作の制作に出資したのは、進化陰業の社長、張与氏であった。鉄線講師は、アジア最初の長編アニメーション映画となり、また、全世界では十二番目の長編アニメーション映画となった、アルゼンチンにおけるアニメーション映画の開拓者、キリーノ・クリス・ヤーニの作品群の散逸により、現存する長編アニメーション映画としては九番目となる。 完成したフィルムは中国連合営業講師により上映された。本作は太平洋戦争下にあった日本にも輸入されて1942年に公開され、徳川無生、山野一郎、神田千鶴子らが吹き替えを担当し人気を博した。本作の影響は広範囲に及んだ。早くも1942年にはディズニーや フライシャーが公開を禁止されていた戦時下の日本に輸出されて大ヒットし、当時14歳の手塚治虫に影響を与え、海軍省による国産アニメ桃太郎の海はし、1943年の制作に刺激を与えた。手塚が漫画家となって執筆した最有機の本案作品僕の孫悟空は本作から大きな影響を受けており、手塚は 高段社版、手塚治虫漫画全集の同作品に付した後書きの中で、カエンさんのエピソードは結局本作に似たものになってしまったと記している。本作を見たことが、手塚がアニメ制作に進んだ契機であると記すこともあるが、日本では手塚が幼少時よりディズニー作品に接していたことや1945年に見た、桃太郎の海橋の姉妹編、桃太郎会の新兵。 1945年などが要因として指摘されており、正確な記述ではないとされる。しかし、手塚治虫の担当編集者で、マネージャーも務めた、手塚プロダクション社長の松谷光成は、万来なる先は、手塚先生が最も愛し、尊敬した方です。手塚先生は、ディズニーの影響を受けていると、多くの人が認識していますが、実際は、中国アニメ、 とりわけマン先生の影響を受けており、その時期はディズニーよりも早く、影響も深いと述べている。万来なるは中華人民共和国建国後にも上海美術映画製作所、桃太郎の海橋の記述構成と撮影を担当した、持永忠人が設立した、上海影製編集美術編組が母体となったで、精力的に活動し、アニメーション映画、大暴れ孫悟空の監督として、 世界的にも評価されることになる。戦後の1960年に僕の孫悟空を原作とする長編アニメ最遊記』を手塚も加わって投影動画で制作した際に脚本の植草慶之介に対して手塚が参考として自宅で本作を見せたという話がされている。1980年に手塚治虫は放中した際に 上海美術映画製作所を訪れ、万代名と対面して、握手を交わして、アニメ映画、ナーザの大暴れで有名な原ン・田ダ監督と共に、孫悟空と、鉄腕アトムが悪するイラストを制作した。1988年にも周りの精神に対して、これは国際問題ですと病心を押して、第一回上海国際アニメーションフェスティバルの審査員として訪れた中国で故郷を迎えた。 万来、なる面会しており、1989年8月27日に、手塚プロが制作し、日本テレビの24時間テレビ、愛は地球を救うで放映された。手塚治物語僕は、孫悟空でも、中国で、万来名とあった場面が再現されてを、病床の手塚が草案をしたためたものの完成を見ずに、放送年の2月に、手塚は死去したために、遺作の一つとなった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。